い、皆さんこんにちは。今日も新用クラシック、日本語名新用ダービーという大会の練習をやっていきたいと思います。前回から返り気を採用してるんですが、まあ、前回戦争はしてたものの、対戦の場に出ることなく勝ったので、返り気の活躍する様子をお見せできなかったので、今日こそは返り気を活躍させたいと思っております。パーティー簡単にだけね、前回は丁寧に説明したんで軽くだけ紹介します。クレセリア、ゴツメクレセリアで、凍える風、サイコキネス、瞑想、月の光、マニューラ、フェイン、猫魂、フェイント、つらら落とし、はたき落とす、まあ、特性プレッシャーと悪い手癖やりましたよ。プレッシャーで、でもちろん気合いのタスキー先制技としてフェイントを入れてますけど、優先度プラス2の優先度プラス1の氷のつぶてがタイプ1で強いので、そいつを採用するかも、まあ、迷うところですね。サンダー、光のコナンの回避が神ですけど、まあ、それはサンダーの高耐久、耐久力の高さと相まって輝くもんだと思ってます。まあ、耐久に努力中って呼ぶんだけ火力が低いんで、そこは他のポケモンでサポートしてうまく動かさないといけないですね。どっちかっていうと、まあ、デンジャー独特とか入れたりして、僕殴り勝つパー、純粋に殴り勝つパーティーっていうよりも、なんだろうな、ちょっとずつ削って詰めていく感じのパーティー構成になってるんで、そのスタンスを忘れないように意識したいと思います。エンテ、セナルホのバークアウト、身代わり守る、まあ、バークアウトがすごい便利な技ですよね。エンテの素晴らしい属地が 100属で、まあ、陽気最属で167の実数値なので、かなりのポケモンの素晴らしさ、かなりのポケモンに対して先制して行動することができるんで、バックアウトが非常に強力な技になります。ギャラドス、滝登り、地震、電池は守る、まあ氷地属地の高さでタイプ1 で、滝登りはまあまあ半減されても、まあまあダメージを稼げるのは偉いところです。カイリキ、まあ、前回ね選出したけど殴れなかったんで、ノーガード爆裂パンチを決めてみたいと思ってます。選出できるかな今日は。これで対戦やっていきます。バトルしていきましょう。クレセリア、マニューラ、サンダー、エンテイ、ギャラドス、カイリキってパーティーですね。キンガズカさん、闇カラス、キノガサ、サメハダ、ドサイドン、ドンカラス、エンペルト、威嚇は比較的下がりそうだけど、エンペルト特性一応マテンキがあるとどうなんだろうって感じ。ギャラドス、カラス相手に2体いるんだよ、そういうの。ギャラドス、エンテイ、サンダー、カイリキ、これでいきます。相手闇カラスとキノガサ、キノガサが一応使うかどうか分かんないけど、まあしょうがないね、これは。ギャラ、サンダに変えて、エンテイは聖なる浜をキノガサに、キノガサが守る、デンジャーがエンテイに入る、ドクドクを相手の、いやドサイドに来るかな、ジェマンボルトを相手の闇カラスに、エンテイは聖なる浜をキノガサに、先送り、聖なる炎が相手のキノガサに助けに耐えられて、やけどすれば潰されてる、やけどしましたね。 OK、 サンダー動けない、まあ出てくるのドサイドンですね。ドクドクドサイドンに、エンテイはガラスチェンジする、攻撃を1段階下げる、ドクドクがドサイドンに入る、イカ様、お好みで体力回復、イオナダレ、サンダー羽休めで、ギャラスは守る、先送りしてきたか、羽休め体力回復、ドサイドン今食べ残しだった、今持ち物、ド
最後まで飛来してみたことある。ハードロックだよね、さすがに特性。10万ボルト相手のド闇カラスにギャラスは滝登り、ライトニングラップなの、ハードロックじゃないの、飛来心だったんだけど、マジかよ。10万ボルト相手の闇カラスに、じゃあドン、どっちでしょう、ドンカラスに滝登りを闇カラスに、不意打ちあるから不意打ちしばられてるんだけど、ギャラス、まあでも変に交代してイカサマとか食らっても嫌だからこうします。不意打ちで縛られてる気がするけど、ああどっちか守ると思ったけど守らんかったな。なんか相手カラスが2体いる謎の構築だったんだけど勝ちですね。相手が降参して試合終了です。対戦ありがとうございました。闇カラス あのクワッシュって技って確か先送り、ん先送りお先にどうぞ、どっちだって、とにかく行動順を変える技ですよね、あの変化技。あの進化の奇跡闇カラスは特性いたずら心で変化技を優先度プラス1で出せるんで、まあ、変化系のムーブ電磁波だったり滅びの歌だったりが強いんですけど、今回の相手は闇カラスドンカラスが同居する謎のカラスパーティーだったんですよね。ドサイドン、そうそうだな、ドサイドンが特性飛来心だから相手ドサイドンと闇カラスの場に並べたら電磁波が打てないんだよね、相手の闇カラス。個人的にあの進化の強いサイドンだったら飛来心、特性飛来心分かるんですよ、ライトニングロッド。ドサイドンの場合はハードロック一択だと思ってるんですけど、どうなんだろう、相手のドサイドン飛来心だったんだよね、まあ、ともかく相手素早さが全体的に遅かったから 上を取って殴ることができて勝つことができました。まあ、素早さの速さがいかに大事かってことが、まあ、再確認できたかなって感じですね。あと特性威嚇っていうドサイドンの攻撃力を下げたのも大きかったかな。まあ、初手でエンテイがキノガサに対してセイナルホンを打つし、あんなにか、まあ、縛り状況だから当然セイナルホンを打ったんですけど、キノガサ守るのもまあ予想できるところではあったんですが、うん、まあ有利対面だからセオリー通り投げた感じですね。まあ結果的に勝てたんで良かったです。うん、まあ GS ルールと違って使えるポケモンの幅が割と広く感じるから、どういう技構成、どういう特性、どういう技持ち物性格流行ってるのかはある程度いろんなパーティーと対戦して知識を詰め込んでいくことは大事かなと思います。まああのパーティーパワーが強ければご利用して勝つこともできるんですが、勝てた場合でもなんで勝てたのか、なんで相手はこういう選択をしたのかをじっくり詰めていくことが勝率を上げるキーになってく、鍵になってくると思ってるんで、頑張って勉強していきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回見てくれると嬉しいです。サンキューウォッチングマイビデオ、 See you next time、 バイバイ、また次回よろしくお願いします。